いい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は久々に懐かしいか。そうですね、久々に。はい、これ会社です。お疲れ様です。お疲れ様です。シーファーが入ってないです。はい、あれ新日来ない、来てないです。今日入ってるはずだったんです。あれ、そう、あれ似たことでしょ。はい、始めまして。始めまして。なんかやりづらいね。あ、塗装で、はい、何に入ったの。あ、一人で。何塗装って。岡崎。岡崎塗装。ほんで何、一番上はどこだよ。一番上は一応向こう。あ、そう、あ、似たと直接。はい、あ、岡崎塗装で。うーん。あ、そう、大きいですか。37です。まあ一番いいです。塗装歴よりが16年。ちゃんと真面目そうな高青年。緊張しようよ。始めましたよね、本当ね。はい、どんな印象？緊張ですよ。目がだいぶいっとる。目がね。いやいやいや。だけど前見たことないでしょ。で、はい、始めましたでしょ、この顔が。はい、どうですか？動画で見るより変じゃないでしょ。俺動画で見ると余計目が変。そうですか。変じゃないですか。まあ明日から今度ですよ。二階堂城仕事で家はまだ全然。岡崎塗装、はい、岡崎なの家は。あ、家は違います。平林。名前が岡崎。はい、あ、平林なんだ。へえ、あ、そう、はい、で緑店の仕事やってんだ、うん、ちょっと仕事チェックしちゃおうかな。どれぐらい、もう今日入って何日目。まだ1日目です。あ、今日入ったんだ、はい。まあ、車の中はまあまあ綺麗にしようかな。だいたい車汚いやつで仕事できんくらい。おお、綺麗にしとるわ。あ、これ仕事できるかもしれんな。うん、いや綺麗にしようだろ。綺麗です、うん、でこういうのもそうなんだ。こういうのちゃんとやるやつって、やらんやつも本当に汚いもんね。もう動画並みやな、作業機能ってさ。ね、シーリングはもう何、昨日で終わってとんだ。終わってると思います。ほんと、はい。どう、うちのシーリングは。あ、いいですね。ちゃんとやってるでしょ。もう普通やってないところとか多いでしょ。そうです。あと塗装台にそのままやっといてってない。はい、あります。なかなか見ないです。見んの、はい。まあ、本当に俺、視聴者によく言われる。絶対そんなちゃんとやってないでしょ、言われるけど。マジちゃんとやってるでしょ、はい、ビビるでしょ。なんか嘘でしょ。なんか嘘でもう完全になんか、じゃあ動画でビビる。汗かいてきた、汗かいてきた。いや、暑いな、暑い。実は、本当はね、俺さっき実は来たんだよ、視聴者の皆さん。で、はい、さっき、はい。で、お前怒られたんだけど、もう。はい、2回目です。まあ、今来てね、本当はシーリング職人おると思ってピーって来たら、なんか知らないぞ、女、あの、もちろん、とか言ってちょっと喋ったよね、はい。その時はもうちょっといい顔しとったけど、カメラ回したら急に来て。やっぱり。で、同じ感じで頼むねって言ったんだけど、はい、うわぁ、硬いわ。さっき思ってよかった。もっと職人のプライドが香りで取った。やっぱり。だからずっと何、どういう仕事やってきたの。僕は、トンの大金持ったんですよ。あ、大きいやつよね。この辺あんまりなく、まあ、うん、これだけの規模です。まあまあ、でもタイルがねっか、はい、バルコニー中、バルコニー中、うん、変化系シルドメじゃん。そんなないの。今これ物件がマンションみたいなタイルじゃん、はい、タイルほとんど一個もないんだ。あるっちゃあるけど、一般の人が持っとるよりは、はい、ないよね、はい、足場組んで。で、結局コンクリートがこういうのがいただくわけ。これでも何、このまま塗るの。このまま汚いじゃん、もっと綺麗にしよう。うわ、水流した？あ、水流しました。なんかあれ汚くね。結構取れんの。ちょっと楽しみ、はい、どこ行ってもあれもないのかな、そういう綺麗にするやつ。それだと金かかるのか、いいんかな。クリアなとそういう色変わらんもんね。綺麗にならないでも一回塗っちゃったら取れんもんね。あんまり綺麗じゃん。なんかこの時は綺麗するやつあるじゃん。これはすごい綺麗。芝がないと大変なのか、うん、これぐらい綺麗になってるといいじゃん。また洗うと線が出ちゃうしね。あ、そうだよね。そこは難しいね。二階堂城来てどれぐらいになるんですか。これまだ半年間。え、あ、まだ何件もいて、はい、で二階堂城が出なこんぐらいでしょ、はい、その目なに今何件ぐらい。まあ、半年だと、まあ、10件ぐらい7件まだ全然5件ぐらい、はい。いい職人さん、そうだな。挨拶は、俺挨拶できないやつ嫌いすぐ綺麗っていうのが挨拶から。あ、お客さんからアンケートとか。あ、お客さんには全然社員に言ってよ。え、
お客さんにやってますよって、はい、そう。でもずっとその職人やって、もう大型ばっかだったんだ。大型ばっか。そしたらあんまり請負ではやってないってこと？そうですね。大型請負じゃなくて、まあ、仲間と一緒に、でみんなで折半とかそういう感じで。いや、あの会社に入って。まあ、そういうこと、はい、あの最近独立したの、はい、37で、はい、あ遅い方だよね。なんで独立したの？仕事がなくなって。いや、会社が嫌。会社が嫌。ほん何年勤めて？13、4年ぐらい。天白の方で、はい、まあ、ない、まあ普通の塗装やった感じ。どれぐらいの規模の塗装？でも大きいところでしょ、大規模やっとったら。そうです。もうね、17年勤めたのに辞めるわ、ちょっと、はい、なんでなんで知りたいよ。まあ動画にしてほしくないところもいっぱいあるから。まあ動画的に、いや、まあ独立してみたいと。まあ会社を変えようとはしてたんです、僕は。あ、自分の中で。はい、うん、すごい真面目そうだ、さっきも、ね、まあぶっちゃけ本当は最初にちょこっと来て、はい、な、喋っとったもんね、はい、まあお前来る前だよな、一人で来て喋っとったけど、もうすごいしっかりしてる。今はなんかこんな感じの、ね、動画で、俺もいいとこ出してあげたいと思っていじってくるんだけど、硬いさ、こじゃなくなったでしょ。はい、どうもって感じで、ひょうひょうとしてるけど、まあ、ちゃんとしてるって感じだよね。ほんで、独立して、で、その紹介で、塗り替え道場入って、まあ、うちは常駐だもんね。はい、常駐でやるんだ、今が。やっとるんだ、一応ね。単価はどう？単価はいい方も。そう、はい、だけど細かい。はい、その単価と細かさは見合ってる。僕は全然大丈夫、はい、これだけの仕事できるわって、はい、しっかりしてそうだもんな、雲経営やし。でだから自分で職長で何もついてやったわけでしょ、はい、で会社規模は何人だろうって、職人が、職人は十何人だ、下請けも入れて毎日動いてるの、今回は。ほら結構大きいじゃん、2、30人毎日動いてるっていう会社で、だけど思うのは、職人ね、10人中面接来てくるやつで何人使えるやつ、いないよね。じゃいないよね。じゃ本当に視聴者のいっぱいの人に聞いてほしい。あのもなんか従業員抱えてる会社の方が安いとかこうとかいいけど、人一人育てる金の方がよっぽど高いから。で今塗装職人とかやって一人親方めちゃくちゃちゃんとしてる子いっぱいおるから。で、まあ、一定厳しいじゃん、うちも。じゃあ一人親方でね、で動画とかで、まあ、たまに言うけど、まあ、50万とかさ、70万稼いどっても、休みもない。雨降りゃ、ね、雨降っても午後から空いとったら行くとかさ、全然あるじゃん。で夜の電話とかも請求書作ったりとかさ、あるでしょ。で俺もずっと2、3人で一人親方みたいなのやってたから、はい、遊ぶ暇ないよね。遊ぶ暇はない、うん、ないよね。だって仕事終わってから経営者の仕事したからね、そこから電話したり付き合いったり請求書作ったり日報チェックしたりとかあるでしょ。あれ緊張しちゃう。はい、ちょっとしゃべれよ、てめえ。始めますよ、まあ、お前社長だぞ。どんな印象？どんな印象？印象です。うん。いや、だって動画では見とったでしょ。はい。まあ、ぶっちゃけ。はい。あいついつも何やってんだみたいな感じでしょ。偉そうに YouTube から喋るやつ。ああ、もうお前が悪いんだろ。すいません。お前が悪いんだろ。はい。ちゃうか？ビビったもん、俺来たらさ、はい、あれって、塚本、映画が変わったら。俺最初、俺もキョトンとしとったでしょ、最初。あれ？二階道場だよねとか言ってで、こっちもこういう感じだからさ、あんまりそのベラベラ喋る感じ、あどうもーみたいな感じじゃないからさ、あどうもーみたいな普通の感じだから、なんかどっか違う塗装屋さんが絶対俺のことこれ気づいてんのかなみたいなさ、そういう感じだったよね。でもちょっとニコニコしてるから、はい、あ、俺って分かってんのかなーってさ、はい、まあ実際そうだよね、はい、まあ緑ちゃん、河合君とか知ってるでしょ、はい、喋ったり、はい、もう細かいね、あのも職人ずつやったからさ、もっとあの一級持ってる、あ、一級持ってる、まあすごいよ、当たり前に持ってるもん。視聴者の皆さん、作り込んでますよ、うちは。でもしっかりしようでしょ、営業も。あ、いいです、思わない、見てきた中でも結構しっかり、めちゃくちゃしっかりしようでしょ、はい、なんか俺言わせてみたいな感じになってた。ちょっともうちょっと出てきて、俺言わせてるみたいになっちゃってんじゃん。視聴者の皆さん、俺言わせてんじゃないの。そうか、ちょっと仕事ちょっと 見たいよくないの、言ったところ腕みたいな、まあ、作業者は綺麗にしとるで、まあ、作業者は俺合格だな。あ、でもこれネタ場も、あ、これ正確で撮るわ、これ全部向き、あ、綺麗ですね。うん、ね、正確だね。部屋めっちゃ綺麗でしょ、ね、はい、部屋綺麗でしょ。まあでもうちの職人そうでしょ、多分細かいから金額うんぬんじゃなくて、やっぱ走ってパッパーってやるやつが残れんよね、金額がいい悪いじゃなくて。だから俺もできや職人も下げたくないし、だから本当にまあプロジェクト覚えてます、うん、本当にね、あの今年中にうちの塗装やった方がいいと思う。来年マジで値段上げんともう偉いわって言ってるから、うん、厳しいもん。だってよそと同じ単価でやって、はい、よそ平気でこうやって一人親方みたいなの抱えて、
ヨレヨレの職人で、もう職人ちゃうやんみたいな、妊婦やんそれって、土方やんって、まあ、土方って土方の人は悪口じゃないよ、はい、俺ら職人の、その職人っていうのは、その塗装職人とかの土方っていうのは、なんか、ぬるぬるのやつね、土木やってる人のを土方って言うんじゃないから、土方を悪口言うなって、まあ、コメントなんか書いてあったけど、土木でも俺の親父土木だからさ、はい、めちゃめちゃプライド持ってやってる人たちもおれば、その日暮らしの寮でさ、うん、9000円とかもらってやってる、その妊婦らしいってのがあるんだよね。はい、でそれで寮に住んで三畳一間みたいに住んで、それも動画やっとるわ、はい、俺昔そういうね知り合いがそれおるもんで、そこ動画撮らしまったけど、その人たちの生活を動画にさしまったけど、うん、まあその人たちを悪口言うわけじゃない、まあその9000円でいいやと思ってやってるだけだから、でもその人たちってまあ職人じゃないもんね、手元だもんね、そうそう手元でしょ、8割9割がそんな職人じゃん、ぶっちゃけそうでしょ、プライドねえっていうかさ、もうちょっと俺が言わせてよ37だからお前後輩だからやらせるするぞいやだけど良さそうだな、はい、いやだけど、うん、分かる分かる、なんか塗装職人ってあんまベラベラしゃべらんじゃん、いいやつってね、だからじゃあ現場でも見ようか、塗ったとこないの、ちょっと見せてくれ、塗ったとこまだないですね、でもこの辺も洗浄したんですね、はい、あここちょっと洗浄込んで取るよそこまで言うっていや嘘めっちゃ綺麗にしてる、いやこれ相当汚かったと思うんだわね、これ洗浄、これ洗浄痕じゃないか、最初から下塗り、あ下塗り、はい、あもう下塗り入れてとんだ、はい、おでこれ洗浄して、あまだ本当ここしか塗ってない、はい、今日初日、今日初日です、そうか、あ初日洗浄抜いて、はい、こういう土間とかも洗ったんだけど、土間は流す程度、流す程度に洗ったんだ、はい、あこれは何一応持ってきたのこれ、汚いなこれが中塗りです、あもう中塗りに行ってたの、はい、あちょっと喜ぶじゃん見せて、俺見てもあんまりさ河合くんとかが見るとさあ綺麗なとか分かるんだけど、分かるんだよな、これがうちのね層が厚いってことを見せたい、じゃあ本当にもう多分普通職人さんうちやれないよ、うん、ね、本当にやれんでしょ、どれぐらい細かいでしょ、かよりちっちゃい点を絶対見つけてくるよ。でしょ。ちょうどよ。本当ですか。ちょうど壁一面だぞ。はい。ちょっと見せてもらおうかしら。恥ずかしがりの岡崎ちゃんを。あんまり天罰だし恥ずかしがりの岡崎ちゃんを。あんまりわからない。でも職人のコメント欄に出るんじゃない。この職人いいなとか悪いなっていうのをぜひ皆さん。もう本当に俺今日初だから、まあ、ぶっちゃけ動画撮る5分ぐらい前にあったけど、ね、もう本当に5分ぐらいしか5分10分ぐらいしか喋ってないよね。ちょっと初めて会った体で来るわーって言って、ああもう本当にわからんね、うん、まあローラーとかだとな、またなかなかわかんないもんな、まあ養生とかいうの見んとな、こういうのは下にベトコンとか引かんでいいの、あこれそう、こう蒸さんでいいやってクリアだでいいやみたいな、そういう仮塗り、いや違いますそういう風もう本当に分かんないね、分からない、うん、まあ営業のこれ塩だと思うけどね、本当はこういうのなんか白亜取りあるよね、あれやる大型とかだとそういうのあるでしょ、はい、本当はやった方がいいよね、せっかくやる、で行ったるといいかもしれないね、職人側から今度はこういうのやった方がいいよとか、どうですか視聴者皆さん、これが練り替え道場の層の厚さよ、うん、当たり前にこうやって現場来た子が本当に一級塗装技能士、うん、何十年、しかも普通の会社で勤めとった10年20年っていうのは俺本当に財産になると思うから、大きい物件やるとか、逆に塗り替え道場の監督やってくれよ、やる面白いんじゃないそれ、いやちょっとやって、はい、3年4年やってまあだってさ体が大きくなるじゃん、あ確かに、うん、営業とか営業やったら営業こうしてから一番向いてるしゃべらんのうちの営業、かわいくもしゃべらんじゃん、しゃべります、いやしぶるだけどナンバー2でやってたらさ、ナンバー2、3ぐらいの位置でやったら下とはしゃべるでしょ、でそんなもんじゃん、だって俺はお客さん来るから飛び込みで何か探すとか、だから俺は逆に社員ともお客さんともプライベートの話全くしない、だって見積もりに行ってるから俺はもう時間ないんで1時間早くは帰りたい、まあ、その話はちょっといいんでっていうまあその言い方は違うけど、はい、まあそうなんですねって、あこっちの話ですけど、はい、ってで、それでだっていいもん、だってそんなことで選ぶもんね、俺も職人からやっぱ営業やってるから、はい、そっちの方が覚えたら強いよ、やってみたら、まだいいですよ、まだ見ます、勝手なこと言っちゃうだろ、仕事で中
こんな感じです。まあ今日ちょ急遽ねシーリングの動画を撮りに来ようと思ってましたけど、はい、これミスのせいでな、結果良かったですね。こんな変な格好じゃん、よく似合う。うわすいませんっていう動画になりました。岡崎くん、37歳、まあ、乗り換え道場来てまだ半年ですけど、まあ常駐でやってくれてるんだね、はい、だけど本当にねやっぱりいい職人が多いなと感じれた動画になりましたんで、はい、またしっかり工事していきますんでよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てねこんな職人さんがおる、またこういうのね、あの本当にいい職人さんまた出していこうと思ってますんで、ぜひチャンネル登録いいねもよろしくお願いします。お願いします。